おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布いたした通りでございます。日程第一、会議録署名議員の氏名を行います。本日の会議録署名議員は中山議員、はい、田辺議員、はい、中浩二議員、はい、以上3名の方を指名いたします。日程第二、13日に引き続き一般質問を続行いたします。中村議員、皆さんおはようございます。宏池会の中村譲です。よろしくお願いいたします。それでは通告に従い質問に入ります。大項目の1、小中一貫大和学園について質問させていただきます。これまでもたびたび質問させていただきましたが、私は市民の一人として、また市内小中学校に通う子どもの保護者として、このことについての課題について引き続き質問させていただきたいと思います。私は小中一貫校は教育の一環として非常に重要な存在だと思っております。なぜなら、子どもたちが幼少期から中学生に至るまで一貫した教育プログラムの中で成長し、学びを深めることができる環境を提供していただけるからであります。つい先日も昔の同僚から連絡があり、中1になったばかりの娘が不登校になってしまった、どうすればいいのかわからないという相談がありました。はじめは学校に対する不信感で怒りをあらわにしていましたが、話しているうちに、落ち着きを取り戻し、とりあえずもう少し様子を見ようということで電話を切りました。大体のケースでお子さんに聞いても不登校の理由は言ってくれないことが多く、そういった場合理由は本人しか分かりません。小中一貫校ならこういったことが防げたのかと言われるとそれも分かりませんが、少なくとも6年生から中1になる時の壁はある程度薄く低いものになるのではないかと思います。しかしながら全国的に見ると現在の小中一貫校における課題も存在しています。その一つとして教育資源の適切な配分と活用が挙げられます。小中一貫校では小中学校の教育機関が一つに統合されていますが、各学年の児童生徒の数やニーズは異なることがあります。そのため教育資源の適切な配分と活用によって、すべての学年の児童生徒が適切な教育を受けることができるかが課題となっています。また小中一貫校におけるカリキュラムの充実も重要な課題です。幼少期から中学生までをカバーするために幅広い教科や学習内容を提供する必要があります。科学技術や情報技術の進化に伴い、現代社会に必要なスキルや知識も変化しています。小中一貫校においては将来を見据えたカリキュラムの充実を図り、子どもたちが多様な分野で自己を伸ばす機会を提供する必要があります。そのような中、ただいま光市におきましては、この小中一貫校に向けての第一弾として小中一貫大和学園の新設に取り組んでいるところであります。これまでも何度か準備委員会やワークショップを傍聴させていただきましたが、今のところ常々教育長も言われております慎重にかつスピード感を持って進めていくという考え方に沿ってしっかり進められていると感じております。小中一貫大和学園の場所としましては、委員会でしっかりとした議論がされ、現在の大和中学校に決定し、さらに小学校の統合についても現在の岩田小学校に設置が決定しました。場所は決まりましたが、細かいことはこれから審議され決定していくことと思います。
これまでと同様に地域の方々や学校関係者、教育行政がさまざまな要素を考慮し、子どもたちの学びを第一に考え決定していただきたいと思っております。そこで質問です。小中一貫大和学園の進捗状況についてお答えください。括弧2としまして、小学校の再編について質問させていただきます。この小学校の統合にはさまざまな課題が伴うと思います。一般的に考えられる課題のいくつかということでご紹介しますと、一つ目に学校文化とアイデンティティの統合としまして、統合される小学校はそれぞれ独自の学校文化やアイデンティティを持っています。統合後は異なる文化やアイデンティティを調和させる必要があります。教職員や児童生徒保護者などの関係者が共通の学校文化を築くための取り組みが求められると思います。二つ目に施設の適切な活用とリソースの配分としまして、統合された小学校では複数の校舎や施設を適切に活用する必要があります。教室や特別室、図書室、体育館などのリソースの配分や運営方法を調整することが求められると思います。3つ目に教育プログラムの統合としまして、統合後の小学校ではカリキュラムや教育プログラムを統一する必要があります。各学校で異なる教育内容や進度を調整し、統一的な学習環境を提供することが求められます。4つ目に学区の再編としまして、小学校の統合に伴い学区の再編が必要になる場合があります。学区の境界線の再設定や学区内の児童生徒の配置など関係者との協議や調整が必要になってくると思います。5つ目に人材の配置と教員の支援ということで、統合後の小学校では教員の配置や配置された教員の支援体制が重要です。異なる学校の教員が一つの学校で働くことになるため、教員のコミュニケーションや連携を支援する取り組みが求められます。これらの課題に対処するためには、地域の教育行政や学校関係者、保護者、地域のコミュニティなどが協力し、早めの段階でこういった課題を出し合い、統合計画を練り上げる必要があるのではないかと思います。十分な情報共有や関係者間のコミュニケーションを通じて、円滑な統合が進められるよう努めることが重要ではないかと思います。そこで質問です。小中一貫大和学園の新設にかかる小学校の統合の現状についてお答えください。次に大項目の2、中学校部活動改革について質問させていただきます。中2の私の次女は本人の希望により現在バドミントン部に入っており、本人曰くとても楽しいらしく、最近は少し足が痛いとか言いながらも部活動をして帰ってきます。親としましても楽しそうな娘の姿は見ていてとても嬉しく思いますし、バドミントン部での活動が楽しい時間のまま終わってくれたらいいなと思っております。娘にとっては楽しい部活動でありますが、現在全国的にはこの部活動改革の取り組みが進められており、生徒の成長と充実した学校生活の実現を目指し、部活動の役割と意義を見直し改善を図っていくことが求められているところでございます。それらを踏まえ、中学校の部活動改革については、昨年12月に国から学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインが正式に示され、少子化が進展する中でも、将来にわたり子どもたちがスポーツ、文化、芸術に継続して親しむことができる機会を確保する必要があるとし、地域の持続可能で多様な環境を一体的に整備し、さまざまな体験機会を確保することとされました。その中で令和5年度から令和7年度までを改革推進期間とし、まずは休日における地域の環境整備を着実に推進し、
平日の地域移行についてはできるところから取り組むこと等が示されており、地域の実情に応じて可能な限り早期の地域移行の実現を目指すことが示されたところであります。これを受けて光市では昨年12月に光市中学校部活動改革推進協議会を設置し、12月22日には第1回目の代表者会議を開催したとお聞きしています。ここでは光市中学校部活動の地域移行に係る基本的な考え方を示され、委員の方には承認をいただいたと承知をしています。そこで括弧1、光市中学校部活動の地域移行に係る基本的な考え方について移行の方向性の中からいくつか質問をさせていただきます。まず括弧1の地域移行の時期についてです。国の示す改革推進期間、令和5年度から令和7年度の3年間をめどに、地域スポーツ、文化、芸術、環境整備のための取り組みを重点的に行い、休日の部活動の段階的な地域移行の実現を目指すとありますが、学校部活動は戦後70年以上にわたって学校教育の一環として実施され、学校に根付いているものであり、この3年間という短期間で急に今ある学校部活動をそのまま地域に移行できるとは考えにくいのですが、そのあたりの見通しはどのようにお考えでしょうか。次に括弧2の運営形態と括弧3活動内容についてです。学校単位の学校部活動から地域による地域クラブ活動に移行する、国が示する地域スポーツ団体と運営型を基本とする、既存の地域スポーツ、文化、芸術活動を基本的な移行先の受け皿としつつ、生徒の状況に適した多様な活動の場を検討するとありますが、休日に部活動を担当してくれる地域の方、あるいはスポーツクラブがない場合は、どのようにするのかお考えをお聞かせください。最後に括弧4の地域移行の工程についてです。学校部活動と地域クラブ活動が併存する移行時期を設けるとありますが、ある時期に一斉に部活動を廃止した方が子どもたちや保護者にとって分かりやすいのではないでしょうか。また地域の受け皿として検討している方がいらっしゃるのであれば、その方たちにもある程度のめどが立ちやすいと思われますが、どのようにお考えでしょうか。続きまして、括弧2、改革を推進する上での課題と今後の進め方について質問させていただきます。中学校部活動改革とは、子どもたちの個性や能力の発揮、健全な成長の促進、社会性やリーダーシップの養成など総合的な育成を図り、子どもたちの成長や学びを促進するという目的で、中学生の部活動に関するシステムや取り組みを改善することであります。ずっと続いてきた部活動を変えていくということは本当に大変なことであると思っていますが、現在示せる範囲で結構ですので、改革を推進する上での課題と今後の進め方についてお聞かせください。以上で壇上からの質問を終わります。伊藤教育長。おはようございます。おはようございます。それではご質問の1番目、小中一貫大和学園についての1点目、進捗状況についてお答え申し上げます。選考議員にもお答えしましたとおり、昨年11月に発足した準備委員会では、学園の場所、共同的な学びの確保、目指す学園像の3つの大きなテーマについて
院の皆様から熱心なご協議をいただき、本年2月から3月にかけまして協議内容を取りまとめた報告書のご提出をいただきました。これを受け、小中一貫大和学園の場所につきましては、現在の大和中学校の位置が最も適しているものと判断し、令和10年度頃の新設までの間も子どもたちの共同的な学びの充実を図ることが必要であることから、新設に先行して小学校を再編することについても検討するという方針をお示しさせていただきました。その進捗状況でありますが、準備委員会の報告書では、小学校再編の時期について、最短でも令和7年度の開始とすることが適当であることや、児童の負担や地域との連携等についても考慮した上で検討していただきたいと述べられており、本年4月から5月にかけ、大和学園の各校に伺い、保護者や学校運営協議会等の皆様から、小学校再編の具体的な時期や場所についてご意見をいただき、そうした声も踏まえながら検討を進めてきたところであります。再編の時期につきましては、共同的な学びの中で社会性や多くの人との関わりを持たせてあげたい、子どものことを最優先に考えると、一定規模の児童数の中でより良い学習環境にしてほしいなど、できるだけ早い時期を望む声が多く上がりました。こうしたご意見に加え、学校現場での複式学級のカリキュラム調整の期間も考慮した結果、最終的に令和7年4月1日の開始が適切であるという判断に至ったところであります。また再編の場所につきましては、それぞれの交通事情を考慮して通学の安全を確保してほしい、スクールバスの運行開始に伴う徒歩通学児童の安全確保が課題だと思うなどのご意見をいただきました。教育委員会としても、4小学校の児童が集まるため一定の学校の規模が必要なことはもとより、子どもの学びを第一義に考えたとき、教育環境として安全安心の確保が重要であること、とりわけ通学の安全性という点では、新たな通学手段としてスクールバスの運行が想定されることから、バスの乗降や回転場の確保、さらには徒歩通学児童の安全な動線の確保などの視点から、学校現場及び周辺道路の状況等の現地確認を行うなどして入念に検討を行ってまいりました。こうした経緯を経て、岩田小学校を再編校の場所とすることとしたところであります。さらに複式学級による児童へのきめ細かな関わりなど良い面もあることから、再編後は子どもたちにとってさらに良い環境となるようにしてほしい、地域の伝統文化の保存に携わっている方々の意見を大切にするなど、これまでの地域との関わりも踏まえ、再編の在り方を検討してほしいなど、再編を進める上での貴重なご意見もいただき、今後の協議の中で大切にしていきたいと考えたところであります。次にご質問の2点目、小学校の再編についてお答え申し上げます。議員仰せのとおり、4小学校の再編にあたっては、それぞれの学校が持っている独自の学校文化の調和と、新たな文化を築くための取り組みや、再編場所での施設の適切な活用と資源の配分、カリキュラムの調整、さらには教職員のコミュニケーションや連携体制の構築など、さまざまな課題や考慮しなければならない事項がございます。こうした課題等に対しましては、これまでも大和学園としての取り組みを進める中で、小学校同士の合同学習による計画的な交流や、大和中学校区の全教職員で構成する大和学園小中一貫研修会の実施など、さまざまな取り組みを行ってきたところであり、すでに学校間、教職員間で共有されているものも多くございます。
6月下旬に開催予定の今年度第1回の準備委員会では、今年度の各部会での協議事項およびスケジュールをご説明することとしております。委員の皆様と今後の流れや見通しを共有し、一つ一つの課題に対して丁寧に、そしてスピード感を持って協議・検討していくことにより、再編に向けての円滑な移行に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。中村議員。はい、ご答弁ありがとうございます。できるだけ早い時期にしてほしいという希望や、安全性の確保などいろんなご意見が出たというところで、私も何度か傍聴させていただきましたが、そういう細かい意見とか何でもこう言えるような雰囲気だなというのは感じまして、皆さんもそういう自分が思っていらっしゃることをたくさん言っていただいたのかなと思い今聞いておりました。でバスの展開場などの場所的な細かいところもしっかり見て確認していただいているということで、すごく安心はしておりました。しました。今後準備委員会で、また各部会を開いて協議をされていくということをで、さらに私が先ほど申し上げたようなさまざまな課題についても丁寧に協議されるとのことですけれども、令和7年4月1日からの小学校の再編ということを考えますと、かなりタイトな時間の中で、協議を進めていくことになると思います。これまで、丁寧に進めてこられたんですが、今後の協議では丁寧さに加えて、より工夫を凝らして、進めていくことが大事だと思っております。そこで再質問なんですけれども、今後の部会の協議内容や進め方について、そのあたりのお考えをお聞かせいただきたいと思います。伊藤教育長。はい、今後の部会の協議内容や進め方についてのお尋ねをいただきました。まず部会につきましては、6つの部会で構成を今考えております。具体的には、公明、校歌、校章、校旗などを協議する学校運営部会、それから PTA 組織やその他 PTA に関わる事項等を協議する PTA 部会、通学スクールバスの運行、地域の見守りなどを協議する通学部会、地域交流活動や地域との連携などを協議する地域部会、教育課程、日課、自定などを協議する教育課程部会、そして備品整理、移転計画などを協議する事務部会、この6つの部会でございます。また限られた時間の中で、効率的で実のある協議となるように、各部会に部会長を置きまして、部会長を中心にそれぞれの協議を進めていただくようにしております。協議の際には教育委員会の事務局において、先行自治体の取り組み事例でありますとか、こういったものの紹介でありますとか、スケジュール管理など円滑に協議を進めるための工夫でありますとか、コーディネートをしていきたいというふうに考えております。以上でございます。中村議員。はい、ありがとうございます。学運営部会や PTA 部会の、全部で6部会を準備して、進めていくということで、進め方については了解しました。その上でですね、私は円滑に協議を進めるために、さまざまな課題に対処していくためには、準備委員会の委員のみならずですね、地域の事業所や関係者など多様な人の意見を聞くということも重要だと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。伊藤教育長。多様な方々の意見を聞く
ことも大事ではないかという、お尋ねでございますが、部会ではですね、準備委員会の委員に加え必要に応じて、委員以外のご出席を求め、そして、ご意見やご説明をいただくことができることとしております。ですから、そうした形で協議を、円滑に進める上でも柔軟に対応していきたいというふうに考えております。以上でございます。中村議員。はい、ありがとうございます。柔軟に対応していただけるということで、期待しております。私はいい意味で、地域の皆さんを巻き込んでいく、どんどん巻き込んでいくということが、円滑な地域移行につながっていくのではないかと思います。円滑地域移行ではなくて円滑な、小中一貫大和学園、あとはに関わる小学校の統合につながっていくのではないかと思います。いろんな方々の意見を聞く場をたくさん作ってほしいなと自分も思っておりますし、今後もですね、これまで以上に慎重にかつスピード感を持って進めていただきたいと思っております。この項を終わります。伊藤教育長。続きまして、ご質問の2番目、中学校部活動改革についてお答えを申し上げます。議員ご案内のとおり、学校部活動については少子化の進展に伴う生徒数の減少により、学校によっては部活動の種目が選べなかったり、活動自体の縮小を余儀なくされたりするなど、部活動の存続自体が困難になっている状況でございます。こうしたことから、生徒が継続してスポーツ、文化、芸術活動に親しむことができる体制整備等を検討するため、本市においては昨年12月に光市中学校部活動改革推進協議会を設置し、その代表者会議において光市中学校部活動の地域移行に係る基本的な考え方をご承認いただいたところでございます。まずご質問の1点目、光市中学校部活動の地域移行に係る基本的な考え方についての改革推進期間3年間の見通しについてであります。議員仰せのとおり、これまで長年にわたり学校部活動が果たしてきた教育的意義や役割を考えますと、この部活動の地域移行は多くの課題への対応が求められるものであります。ただ昨年12月に国が示した学校部活動および新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインでは、新たな地域クラブ活動の在り方として、生徒が生涯にわたってスポーツ文化芸術に親しむ機会を確保し、生徒の心身の健全育成等を図るためだけでなく、地域住民にとってもより良い地域スポーツ文化芸術環境となることを目指すとされており、このことからも必ずしも今ある学校部活動をそのままの活動内容、活動時間、運営方法等で地域に移行するという考え方ではなく、現在地域にあるスポーツ活動や文化芸術活動などの運営を基本に、生徒が参加できる方法を考えていただくというイメージでの体制整備も想定されています。こうしたことから、今後3年間の改革推進期間の見通しといたしましては、まずはスポーツや文化芸術活動団体の方々としっかりとお話をさせていただき、このような移行の在り方についてのご理解と体制整備へのご協力をいただくよう働きかけていくとともに、体制が整った活動から順次地域に移行していくことと考えているところでございます。次に、休日の部活動を担う地域の方、あるいはスポーツクラブがない場合はどのようにするのかについてであります。国のガイドラインでは、新たなスポーツ文化芸術環境の整備方法について、まずは休日における地域の環境の整備を着実に進める、平日における環境整備についてはできるところから取り組み、
休日の取り組みの進捗状況等を検証し、さらなる改革を推進するとしております。ただし、直ちに地域クラブ活動が困難な場合は、学校部活動の地域連携とし、必要に応じて拠点校方式による合同部活動も導入しながら、部活動指導員や外部指導者を適切に配置し、生徒の活動環境を確保することが考えられるともされております。今後、地域移行の受け皿を整備していくわけですが、その中でスポーツ活動の競技種目や文化芸術活動の種類によって受け皿が確保できないとなった場合は、こうした合同部活動による手法も検討しながら、本市にとって最適な環境整備に努めてまいりたいと考えております。次に、ある時期に一斉に部活動を廃止した方が、子どもたちや保護者にとって分かりやすいのではないでしょうか、についてであります。現状で申し上げますと、令和7年度までは、基本的に現在の部活動を継続することとし、今年度の入学生が卒業するまでは、現在の部活動が行えるようにしています。議員からは、時期を定めて部活動を廃止してはとのご提案をいただきました。今後において、ある時点ではこうした決断が必要になってくることも想定されますが、地域の受け皿の状況等を継続して把握するとともに、中学校部活動改革推進協議会において、さまざまな課題を一つ一つ解決していきながら、今後の方向性については慎重に検討してまいりたいと考えております。続きまして2点目、改革を推進する上での課題と今後の進め方についてであります。これまで市内の各中学校を訪問して、地域移行に関する説明やヒアリング等を実施したり、保護者の方からのご意見等をお聞きしたりする中で、部活動改革を進める上での課題と認識しておりますのが、やはり地域における受け皿の整備や指導者の確保、活動施設の確保、運営経費にかかる費用負担の在り方などであります。今年度当初には、スポーツ協会やスポーツ少年団、文化協会等の総会などにおきまして、部活動の地域移行についてご説明をさせていただくとともに、地域移行の受け皿についてご検討いただきたい旨を、各種スポーツ、文化芸術団体の皆様にお願いをさせていただいたところであります。今後におきましても、引き続き、既存のスポーツ・文化・芸術活動団体の方々としっかりとお話をさせていただきながら、今年度配置のコーディネーターを活用した受け皿の掘り起こしや指導者の確保に努めるとともに、中学校部活動改革推進協議会におきまして、諸課題についての協議を進め、部活動改革に向けての道筋をより確かなものにしてまいりたいと考えております。以上でございます。中村議員、はい、ご答弁ありがとうございます。ただいまの答弁を聞きまして、この部活動の地域移行について私が、少し誤解をしていたのかもしれないと感じました。部活動の、地域移行というと今ある部活動が、そのままこう地域が受けるというそういうイメージでいましたけれども、ただいまの答弁では地域にあるスポーツ団体や文化団体などに生徒が出向いていくと、そういうイメージであることがよく分かりました。こうした誤解をされているスポーツ団体の方や、文化団体の方、保護者の方も少なからずおられるのではないかと思われますので、今後とも、引き続き周知に努めていただければと思います。次にですね、休日に部活動を担当してくれる、地域の方、あるいはスポーツクラブがない場合は、どのようにするのかについてはですね、学校部活動の地域連携とし、拠点校方式による合同部活動も考えられるとの答弁で、あったかと思います。これまでも、野球部が合同チームを組んだという話もあったりしました。確かに人数的な理由でチームが組めない、複
複数の学校が合同でこうチームを組んでそこに指導者を派遣するというやり方も一つの方法で、いいやり方であるかと思われます。さらに、この指導者にやる気のある、先生方にやっていただくという方法も考えられます。まあ、選考議員の質問に、昨年実施した部活動の地域移行に関する教職員に対するアンケートで、地域移行後において約 42% の教職員が参加したい、もしくは依頼があれば関わりたいと、そういう答弁があったかと思います。そもそもこの部活動改革が働き方改革に、起因していますので、少し逆行するかもしれませんけれども、この 42% の先生方がこのように思っていらっしゃることも少し、考えていただければいいのかなと、私的には思っております。次のある時期に一斉に部活動を廃止した方が分かりやすいのではについては、今後ある時点ではこうした決断も想定されるという答弁であったかと思います。現時点では県の方針も今後示される、状況とのことですので、いつ部活を廃止しますとはっきり言えないということは私もよく分かっています。しかし廃止するという目標が、はっきりしている方が受け皿を検討している人やスポーツ団体や文化団体の方には分かりやすいですし、本当に部活動がなくなるのなら私がやっちゃろうとか、そういう方が出てくるように思います。今後協議会でしっかり検討していただきたいと思います。私事ですが、私はダンススタジオを経営しており、子どもたちにダンスを通して挨拶や人とのコミュニケーションの大切さ、そして人前で表現することの楽しさを教えております。子どもたちの楽しそうな笑顔を見るとこっちまで元気をもらえます。こういった活動も今後部活動の地域移行の受け皿の一つにもしかしたらなるのかなと思うと大変嬉しく思いますし、それこそ私もやっちゃろうという思いでもあります。最後に一つだけ質問をさせてください。今年度の市内中学校の部活動の種目数及び中学生の部活動への参加率の状況を教えていただけたらと思います。伊藤教育長。はい、今年度の中学校の部活動の種目数と生徒の参加率についてのお尋ねでございますが、まず、今年度の市内公立中学校における部活動の種目数でございますが、運動部が、14種目です。そして文化部が5種目でございます。それから今年度の市内公立中学校における学校部活動の生徒の参加率につきましては 87% となってございます。以上でございます。はい、中村議員。はい、ありがとうございます。現在の部活動が全体で運動部が14と、文化部が5ということで、19種類ありますよと。でまた部活動への参加者が 87% というと、大体950ちょっと超えるぐらいだと思いますが、そういう生徒が部活動に参加していることになると思われます。地域移行をする場合にこの、950人の、今部活動されている皆さん全員が参加するとは限りませんが、これに近い人数の生徒が参加できる受け皿を整備するとなると本当に大変だと思います。地域の方の協力もいただきながらこれからしっかり進めていただきたいと思います。これで私のすべての質問を終わります。ありがとうございました。ここで暫時休憩といたします。再開は進展をもってお知らせをいたします。なお10分程度の休憩といたします。